こんにちは、池田しおりです。こんにちは、渡辺です。今日は、ノットヘアっていう、アレンジをやっていきたいと思います。はい、ノットヘアっていうのが髪の毛と髪の毛を結び目を作るっていう意味があるみたいなので、今日はちょっと一風いつもと違った感じでやっていきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、それでは動画スタート。ヘアオイルを使います。5滴ぐらい使います。髪の毛全体にオイルをつけていきます。ブラシでなじませていきます。両サイドを耳後ろで分け取ります。サイドの髪の毛を耳ぐらいの高さまで持ってきて、2つの髪の毛をクロスさせて結びます。結んだ毛先をしっかり持って、この髪の毛の下に持ってきます。ちょっと頭をゆすりながら下に持っていくと、持っていきやすいです。わかりやすいように下の髪の毛は今留めています。そしてゴムで下のところを結びます。結構きつめに緩みやすいので結んでおくといいと思います。留めてたダッカールを外して2つの髪の毛をなじませます。そうすると綺麗な結び目が見えてると思います。そして少しここにボリュームがないので高さを出していきます。で、しっかり整えたら完成です。はい、はい、こんな感じでやってみました。結構なんか髪の毛と髪の毛を結ぶで新鮮だったかなと思うんですけど、一応ポイントとしては、髪の毛をギュッてするのでパサつきを、出やすいので、しっかりと最初にスタイリング剤をしっかり仕込んでおくことと、オイルとかね、スプレーとかでもいいかな。はい、あと結ぶ時は結構しっかりギュッて結んで、ゴムでゆるっと結んじゃうと、こう崩れやすいので、こういうゴムなんて言うんでしたっけ、シリコンゴムっていうのゴムで、もうほんとギュッて結んだ方が崩れにくいのでおすすめです。あと、髪の毛の長さがあまり短いとやっぱり結びづらかったりとか、結べないので、そうですね、胸ぐらいとか、私ぐらい結構長い方がもしかしてやりやすいかなと思うので、皆さんよかったら、やってみてください。あと、あんまりこう減らしすぎてない人、髪の毛の、好きすぎてない人の方が多分ね、ピンピン出てくる髪の毛も少なくなってやりやすいかなと思うので、髪の毛の量が多い人もう結構いいかなと思うので、ぜひその辺も参考にしてみてください。はい、はい、ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。